ケツアル・コアトルの話はやめて。あいつはろくなことをしない。テオティワカンではトラロック神と派閥争いを起こさせるし、ナウイ・オセロトルでは兄様の邪魔をして、その後はちゃっかり兄様の横について人気を総取り。しかもトウモロコシまであいつがもたらしたことになってるし、マヤからの引き継ぎ、ほんといい加減。アステカの民、そういうところあるよね。ジャガーマン。ああ、あれ。大したものよね。あんなオセロ名までいるなんて。驚かないのかって？だってあれ、どこかの異分体のジャガーマンでしょ？私の兄様の分霊があんなに面白いわけがない。